発達障害という才能を伸ばす、どうも発達障害カウンセラーのカズキです。本日は発達障害持っていると生きてる意味がわからないということについてお話しいたします。あなたは今幸せですか？満ち足りてますか？正直辛い、何のために生きてるのかよくわからないよって悩まれている方多いかと思います。実際僕なんかも20代の頃はもう常にうつうつとして、死にたいなーっていう時期がすごく長かったんですね。それに比べて低型発達、つまり発達障害持っていない人たちはなんかクラブ行ったりとか酒飲んだりとか、会社勤めもね、まあ、そこそこやってなんか幸せそうだなーなんて思いますよね。正直本当にASD、アスペルガー、ADHD を持っている僕らというのは本当に何のために生きてるのよくわかんないです。見失っちゃいますよね、生きる意味を。じゃあこれなんでなのと、そしてじゃあ幸せになるためには、意義を見出すためにはどうすればいいのかということを本日詳しくお話しします。これちゃんと理解していただくだけで、あ、なるほどなと、だから自分こんなにも辛いなと、じゃあこうやって改善していけば自分は幸せになれるんだなっていうことが分かっていきますので、ぜひね最後までご覧になってください。というわけで、生きてる意味が分からない理由、これまず一つ目が辛すぎる環境ということです。例えばどんなにこれから素晴らしい人生をあなたが歩めるということがもう決まっていたとしても、今辛い環境とか状況だとやっぱり生きる意義、意味を見出せないですよね。よく人生というのは良いも悪いも同じぐらいありますよなんて言われますけれども、結局それって物事の良い面を見るか悪い面を見るかということがとても関わってくるんですね。万事塞翁が馬なんてね、よく言いますけれども、例えば事故ってしまって骨折をしましたと、入院しました、うわなんて人生ついてないんだって思うかもしれませんが、そこで看護師さんと出会ってお付き合いをすることができたって言ったら、あ、事故ったおかげでなんて言えますし、でもその看護師さんと別れちゃったなら、あ、もう事故から全てが狂ってきたんだみたいな思っちゃうじゃないですか。だからこそ捉え方次第という見方っていうのも確かにあるんですけれども、とはいえ僕ら発達障害を持ってる人っていうのは辛いこと異常に多いですよね。しかもそれが重なるんですよ。上司に怒られて、親からは否定されて、友達もできなくて、仕事も副業も何もかもうまくいかない、なおかつ家族が病気になったりお金を失う、でも死ねってことみたいなね、まあ昔の僕なんですけども、そんな状況で、いや、あなたには価値があるよ、あなたはこれからちゃんと幸せになれるよって言われたっていまいちピンときません。そして僕がここからあなたにね、もうこれをしちゃえば大丈夫だよなんていう、もう素晴らしい裏技を教えてあげるなんてこともしません。だって一人一人ね、状況って変わるから、カウンセリングと違って動画のようにみんなに言うっていうことはどうしても一人一人に対しての効果が薄まっちゃうんですよね。ただ一つだけ結論を言うのであれば、ちゃんとこれから先生きていれば幸せになれるタイミングっていうのは必ずあるんですね。もうそれは早い人は早いかもしれないけど、遅かれ早かれもう絶対に来るんですよ。いやもう50だけど、もう60だけど、そんなんねえけどってね思う方いらっしゃるかもしれませんが、ちゃんと前向きにこうやってね動画を見て改善したいんだって思ってる方っていうのは確実に変われますので、もう十分今あなたは頑張ってらっしゃるからこそ、無理せずに時間が経つのを待つってこともねやってみてください。まあね、辛い状況だとそれすらも長く感じちゃうんですけどね。そして僕たち発達障害を持ってる人間が生きてる意味わからなくなる理由、2つ目が強い劣等感です。周りから見てどんなに恵まれていた家庭だったとしても、素晴らしい人生だったとしても、自分で自分のことをポンコツだとやっぱり決めつけてしまいがちなんですね、僕ら。だからこそ自分は生きてきた意味なんてないんだ、何もなせてない、何もうまくいかないって自己否定をしてしまうということが大いにあります。というのもやっぱり僕ら発達障害を持っている人間というのはですね、この扁桃体という感情を司る脳の部分が過剰に活発に動いてしまってるんですね。まあ、脳ってね、血流が良くなるといいなんて言われますけども、扁桃体に限っては活発に動きすぎてしまいますと、心配が増えたりとか不安が大きくなったりとか劣等感が大きくなってしまうんです。するとやっぱ常に不安に駆られて悶々としちゃいますよね。うつうつとした人生というのを歩むことになってしまうんです。
そうなったらもう最後、仕事も楽しくないし、人間関係も、ああ、自分は嫌われてるんだななんて思っちゃうし、何やっても楽しくないですよ。劣等感の改善法というのはね、こちらの動画見てくださればわかるんですけれども、劣等感なくしていかないと、やっぱり僕らっていうのは人生に意義が見出せないです。そして3つ目の理由というのが、真面目に考えすぎるということです。義務感とか正義感というのが、僕ら発達障害を持っている人というのは強いんですね。人生はこうあるべきだ。人間とはこうであるべきだ。幸せってこうなんだ。でも自分できてないってなって、まあ、さっきの自己否定につながりますけども、罰ばっかりつけちゃうんですよね。これも実際発達障害を持っている方の特性からくるものなんですけども、もう内面を見つめすぎてしまう、考えなくていいことを考えちゃうってことやっぱりあります。クラブとかに行ってる人たち見てくださいよ。なんかよくわかんないうるさい音楽に合わせて体動かしてお酒飲んで楽しそうじゃん。羨ましいよね。人生に生きる意味とは、いやそんなんねえよって酒飲んで楽しければいいじゃんってね、もうそれができたらもう最高ですよね。まあそれも一つももちろん正解ですし間違いなんてないんですけども、どうしても僕らというのは認知の歪みというところからできてない部分とか良くない部分ってのを見てしまいがちなんです。ぶっちゃけた話、完璧な人間なんていませんよ。っていうかそんな人間いたら怖いし、まあ、今まで一度だって人間で完璧な人いません。もうイエス・キリストだってガンジーだってもうマザー・テレサだって時として欠点やっぱありますよ。でも彼らは何が違うのか、自分で自分を責めてダメな人間なんだなんて思っているのではなく、世のため人のため前向きに行動していったから今名を残しているわけですよね。あまりにも真面目に考えすぎてしまうという特性を持っていると生きている意味なんてことを考えてしまってうつうつとしてしまうわけです。そして最後4つ目の理由が、ひどい反芻です。これは過去の嫌な経験というのを何度も何度も頭の中で蘇らせてしんどくさせてしまう、あ、自分の人生って良くないことばかりなんて意味なんてないんだって思ってしまうということですね。先ほど発達障害を持っていると認知が歪んでしまって嫌なことばかりに目がいっちゃうよって言いましたけども、まあ、それと似たような感じのことです。なぜか僕らっていいことは忘れて嫌なことは頭の中で悶々と繰り返すんですよね。でしかもそれを今体験したかのような感覚で、うわーしんどーみたいな感じになっちゃうんです。これも実はね、扁桃体って言ったさっき言ったね脳の部分が関わってくるんですけども、ひどい人だとこれパニックになったりとかもう自傷しちゃったりとかってことはあります。ちょっとね、人間関係で失敗してしまうとか失言してしまう、仕事でうまくいかないことなんて生きてたらたくさんあるわけじゃないですか。でもそれを頭の中で繰り返し繰り返しリピート再生したら、もうそりゃ自分の人生は良くないことばかりだなって思ってしまうのが自然ですし、生きてる意味ってのも分からなくなります。これを見てね、分かる分かるっつって、本当に何のために生きてるのかよく分からなくて辛いんだよって、ね、思ってる方もいらっしゃるかと思います。なので今回はですね、じゃあどうしたら人生に意義を見出せるのかということをお話しします。そしてこの続きというのは僕の公式 LINE でお話ししますので、ちゃんと前向きに変えたいんだ人生をっていう方だけご覧になっていただければと思います。動画説明欄にある公式 LINE を登録していただき、今回のキーワード人生の意義と打っていただきますと、あなたの人生が充実して幸せになる方法というのがわかりますので、ぜひご覧になってください。僕は普段このようにあなたの人生がより良くなる動画というのを投稿しております。さらに多くの人がこの動画を見て幸せになれますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。今はうつうつとしてしんどいことばかりかもしれません。でも何度だって言う、あなたは絶対に幸せになれる。今はそういったね、未来が見えないかもしれませんが、共にね、成長して幸せになっていきましょう。あなたの幸せ、心より応援しております。以上、かずきでした。